名前誰でしたっけ、ちょっと覚えてないんですけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで禁足地に向かいましょうかね。禁足地、禁足地、まあ要は立ち入り禁止のところってことよね、多分文字的に。これはもう手羽たちはついてきてないよね。手羽たちっていうか手羽か。なんなの、すげえ邪魔なんだけどめっちゃ捕まえとるやん、怖。あ、これ？あ、違う、全然違った、こっちや全然違ったわ。これやね、扉。はい、禁足地への鍵を使います。重厚な音が聞こえてる。なんでハテナハテナハテナな？禁足地やろ、それが名前なわけじゃない。立ち入り禁止の場所っていう意味っていうだけ。日の凪火山への道って書く。え、ハテナハテナや、変わった。ここ、何何、ここが何、え、ここが何、え、行き止ま、え、ここで、え、ここで使うってこと。あ、ここでその種火を使うんすか。はい、なんか反応しよる。聖なる種火が火山に反応している。火口の中に聖なる種火の炎をくべますか。はい。え、丸ごと落とすんそれ。あ、そういうことじゃないのね。え、自分で飛んでいってくれるんや。意志を持っとんやね。おう、なに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 、この世の終わりじゃない、大丈夫、一体何が。え、噴火しない、ほら、せり上げてきたよ、せり上げてきたよ。怖い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 、逃げないの。え、マジかよ。ん？なんか道ができた。ん？なにこれ？何かしらの建物みたいな、建物？建物？なんていうの？なんか出てきたけど。すごい！マグマから火事場が現れるなんて、あ、これがそうなんや。この火事場こそ、先代勇士たちが釘を、釘じゃない。剣を打っていた場所に違いないわ。釘を打っていた場所なわけないやよーし、やろうぜ。な、魔王のやつをぶっ倒すため、ここで新たな勇者の剣を作るんだ。うんうん、大丈夫、マグマの中から出てきたけど足場熱々じゃない。またダメージとか受けません。伝説の火事場、ここで作れるわけですね。ほら、絶対熱いって、足元やけどするよ、やけど、浜辺どころじゃないやけどするよ。この台座からは何か特別な力を感じる。ここでならば特別な剣が打てそうだ。ガイアのハンマーでオリハルコンを鍛え、新たな勇者の剣を作りますか。はい、これで3つ揃ったわけだね。素晴らしい。え、でもここでさ、なんか職人さんとかちゃんと追ってくれたらあれやけど、自分で打たんといかんっていうのがね。ちゃんとした武器ができるの。あれ、オリハルコンで作りよるってこと、この剣。すげえ。どう、できた。あ、みんなでやるわけ。はい、な、次は俺の番だぜ。うんうん、ありがとうございます。あら、神ちゃん、抜け駆けはなしよね。アイナちゃん、私たちにも手伝わせてほしいの。おお、助かる。まあみんなね、周りでぼーっと見よるだけじゃね。先代の勇者も仲間たちと力を合わせ剣を作っておったようじゃ。わしらも負けてはおれん。え、大丈夫、おじいちゃん、腰とか。そう、これはあなただけの戦いじゃない、私たち全員の戦い。新たなる勇者の剣、我らの思いもその投資に込めさせてくれ。てか、なんなん、勇者がさ、この作業をしよる間ずっとなんかこの世の終わりみたいな感じやけど、周り周辺の人々は不安じゃないですか。アイナ様、私たちの力もお使いください。ありがとう、みんな、持つべきものは仲間だね。さあ、みんなガンガン打ってこう、打ってこう。さあ、これでみんなの思いがこもった剣が出来上がるわけだね。
はいな。お前のおかげで俺は食材を果たし、マヤを救うことができた。今度は俺がお前に力になる番だ。あ、みんな一言ずついただく感じですか。なるほど、最初から仲間全員が思いを込めんかったら完成せんかったわけや。アイナちゃん、あなたに見せてあげる。世界を救い、みんなを笑顔にする。シルビア一世一代にエンターテインメント。お、いいね。なんかすごい軽々扱うやん。うわ、実はめちゃくちゃ怪力エレノアよ、アーウィンよ、どうか見守っていてくれ。お主らの子に勝利と幸福があらんことを。あなたを守ることが私の戦いだと思ってた。でもそれは違ったのかもしれない。あなたと共にみんなを守る、それが私の戦い。いいね、世界を救おう。アイナよ、騎士として俺は誓う。たとえいかなる敵が相手だろうと、最後まで希望を守る盾であり続けることを。シルビアさんが一番軽々と扱いよったね、なんかベロニカお姉様、あなたのグズな妹も少しは強くなりました。だからどうか心配なさらないで、私はアイナ様と一緒に戦います。お、完成か。まだかーいなるほどなるほど、まだまだなわけですね。お、できた。もしかしてできたんじゃない。これで完成なのか。お、すげえ形が。勇者の剣、果たしてどれほどの代物なのか。さあアイナ、手に取ってみろよ。なんか変わった感じはありますかね。熱くない。おー、すげえ。ウェイ、何、死なない大丈夫、平石みたいになっとるけど。お、完成。今の雷でか、すげえ輝きが。これで装飾も施されたわけですねすごいね、めっちゃ輝いとるね。かっこいい。いいねいいね。アイナ、勇者の剣を手に入れた。共に戦う仲間と空飛ぶ神の乗り物、そして新たなる勇者の剣、ついに魔物と戦う準備が整ったか。ああ、いよいよ大詰めだな。行こうぜ、魔王の城へ。マジでこれでもうあの邪悪な城に向かっても大丈夫なの。行ける。ああ、なんか死にそう。アイナ様、いざ最後の戦いの地へと参りましょう。天空のフルートを使い、ケトスを呼べば空に浮かぶ魔王の居城へもたどり着けるはずですわ。魔王に挑む者、仲間たちと力を合わせて作った勇者の剣を携えてウルノーガに挑む勇者に贈られる称号。これはもう装備してるの？なんか全然違うものみたいに見えるんやけど、気のせいかな。装備できとん。ちゃんと装備しとる？アイナ、キングブレードとかやけどキングブレードとかやけど大丈夫？なんかいつも思うけどさ、ケトスを呼び出しよるっていうよりはめっちゃなんか、こっちか。あれや。めっちゃなんか、ああ、勇者がケトスになった感半端なくない？加速。闇の結界が天空魔女を覆っている。このままではこれ以上近づけそうにない。勇者の剣を使い天空魔女の結界を破りますか。はい、もちろん。おー、来たよ来たよ。もうなんかここだけ空気が全然違う。いける。あ、まだ結界破ってないんやねこれからね。なるほど。いけー、結構な距離あるあー、
前で結界も解けて、天空魔女を覆っていて闇の結界が跡形もなく消え去った。おー、乗り込めるよ。いよいよだな。いよいよ決戦の時。行きましょう、アイナ様。おし。行くぜ、行くぜ。名前誰でしたっけ、ちょっと覚えてないんすけどあれよね、グレイグと一緒におった人よね何、どうやって開くんこの扉、普通に開けれる。魔王ウルノーガの巨匠、ついにここまで来たな。気を引き締めていくぞ。あー、なんか背後から。危ない。あいつか、さっきのあいつか。でかっ。もうここで早速戦闘。あ、全然違うやつ。なんじゃ、何が起こった。え、なに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 、もうでかっ。ふん、我が剣をかわしたか。さすが数々の軍王たちをほふっただけはある。誰ですか。手を触れることなく。我が名は蛇軍王、蛇竜軍王ガリンガ、魔王ウルノーガ様の巨匠、この天空魔城の番人である。勇者よ、非力な人の身でありながら我ら魔王軍の攻撃をかいくぐり、ここまでたどり着いたことを褒めてやる。だがお前たちなど魔王様が直々に相手をするまでもない。ここで我が血祭りにあげてやろう。やめてー。今回は蛇竜軍王ガリン。イエイ。大丈夫かな、結構やっぱ体力多かったりとかする、攻撃力とかも。弾かれとるやないかい。ちゃんとしてよ、せっかくの勇者の剣なんだから。ありがとう、攻撃力を下げてくれてそういう地道なのも大事。あまりそっくり。しびれないか。しびれないか。いや、まあ、攻撃は、あ、そっか、下げとんか。下げとる、まあ、普通ぐらい。先がスイング。回復は大事やけどね。お、ありがとう。とりあえず、おー、いいぞ、いいぞ、いいぞ。まあでも、会心の一撃やけんかもしれんけど。でもまあ、いいぞ。やめてよー。うー、結構なダメージ。あ、シルビアさん、シルビアさんを助けて。え、ほま。めっちゃなんかああいうのゼーゼーなってない？どういうこと？そんなに体力減ってないんやけどな。疲れてるな。なんかだいぶ強そうな気がするな。いつもその動きが結構ツボなんやけど。あ、攻撃力元に持った。やめてやめて。キャーキャー、あゆなが、あゆなが。お、ハッスルハッスル。いいね、ありがとう。でもあっという間にちょっとお亡くなりになりそうで怖いわ。ありがとう、せいにゃ。ただ今ちょっとね、腰が抜けているみたいで。めっちゃゆっくりゆっくり近寄ってくるねあー、マルティナー大丈夫か。君体力もちょっと、お、復活。よきよき。なんかああいうのはずっと疲れてそうに見えるんやけど、あれかな、ちょっと動きが、息が深いんか一発一発が強力。全ての特殊効果が弾き消される。みんな頑張って。ベホマ
モーレショット。あれなんやね、なんか技でもアップになるときと引きの絵のままのときがあるよね。今さらながらどういう違いなんやろ。あー、シルビアさん、セーニャとシルビアさんが、あー、セーニャー、危険危険、はい、ハッスルハッスル。サキュバスミン、あ、サキュバスやけん体力を奪えるってことなのか。なるほどね、マルチな MP が結構な感じで減っとるねそんなに使った。やめてー、くわ、アイラとシルビアさんがちょっとミンチかな。みんな助けて。なるほど、自分より先に行くと優秀やけど。はい、ゾーン、ありがとう。回復大事。セーニャはね、ちょっとあの魔法を使わないとだいぶ弱いからな痛恨の一突き。でも痛恨の一突きでそんなもんなんかダメージ結構弱かったね。まあなんかすっ転んでしまったけど、かわいいマルティナクールな感じやけど技がかわいい。まだまだ強そうやな。お、ね、全然体力減っとる感がないんやけど、減っているのかこれは。剣の先から光の波動が溢れ出す。なにそれ、勇者の剣すげえそんな効果があるの、素晴らしいやん。お、セーニャゾーンに入った。頑張ろう頑張ろう。ちょっとやめて、君はゾーンに入らなくていいんだよ、やめてください。怖いよ。え、待って、なんか全ての効果が切れたというのはゾーンも切れた。なんてこったい、やめろよやめろよ。あ、でも向こうのゾーンも切れた、イエスよしよし。お、マルチナゾーン、いいぞいいぞ。お、あ、今の倒したんや。ちょっとなんか足元ふらついたけん、そろそろやっつけれるんかなぐらいやった。何そのちょっと、なるほどねなるほどね、ちょっと拍子抜けしたんやけど、そういうやられ方。アイナレベル76に上がった。お、マルチナレベル63。お、ローレベル67。みんなどんどん上がってく。神はレベル66。いいね。シルビアさんとグレイクが上がらんかった。ぐっ。この蛇竜軍王ガリングが人間不全に敗れるとは、これが勇者の力だというのか。だが覚えておけ。お前がどう上がこうと、世界はもはや魔王様のもの。過ぎ去りし時は、もう戻らぬ。過ぎ去りし時を求めてやけんさ、ちょっと取り戻すよ。何これ、オーブ。アイナはブルーオーブを取り戻した。そういえばさっきからブルーオーブ使って攻撃みたいなのしてきよったね。魔王ウルノーガーすぐそこだ、アイナ行くぞ。でもなんかもうね、門番の時点でめっちゃ強かったね。結構戦闘時間かかった気がする。待っているホメロス。あ、そんな名前そんな名前。お前との因縁ここで終わらせる。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。だって門番でさ、こんなに強かったってことは、中におる人、まだなんか守る人がおるかもしれんけど、もっと強いってことやん。コメロスとも戦うやろうし。うわー、やばいな。
一戦一戦が